じゃあ今から始まりました埼玉新都心ジャガークリニック院長の木下博一です。なんすか金庫が悪いかね。まあ前回も言った、はい、挨拶なんですけど、はい、いきますよ。サンドの飯より女の好き、どうも大志です。気持ち悪いねえ、そんな14歳そんなこと言わないよね。まあ、わざとでしょ。ジャガーさん別に、ね、14歳、15歳にこだわりすぎ。年齢がなかったらあんた未成年だとかなんとかってないじゃないの。ないんです、ないんです。あるんだよ今の時代。別にね、思うけど今の時代だからさ、いや、ちょっと黙って、普通に考えて、黙って、年齢差があって、黙って、未成年と性行為するのダメって言われてんじゃん。だって視聴者が全員みんなそうやって言ってんの。黙れって今喋ってんだからさ、あるでしょ、それダメっていうふうに言われてんじゃん。別に互いに良かったら良くねと思うんだよ。なんでダメなの。ダメなもんはダメなんだよ。正しい判断ができないと考えられる。え、でも自分じゃ確かに日本だったら12歳か13歳で OK になってんだよね。まあ法律的にはね、だから別に問題なくねと思うんだよ。互いに良かったらそれしようこれさ。ただまあ現実的にさ、ちょっと生活力がないじゃない。いや、じゃあそれは法律は子作りはそれでいいじゃん。性行為だよ普通に。ねえ、その責任も持てないでしょ。何言ってんの、んなこと。性行為の責任なくない。気持ち悪い。子供作んないの。でもできる可能性ってあるじゃん。最低限のなんていうの、対処してるのにそれは仕方がない。それは別に仕方がない。だけどジャガーさんもそのいちいち指定する会社めっちゃうざいんだよ。何なの。いや当たり前だよ。いやだから説明すればいいんだよ。ダメだもん。ダメっておかしいだって。見せねえんだからだろ。で見せねえからダメな理由はって聞いてんじゃん。自分で責任取れないから。じゃあどんなに責任を取るの。子供ができたらどうね、どうやってするの、どうやって始末するの。結婚できないでしょ。殺すこともできないでしょ。そういうことなの。そういうことじゃんね。性の処理のためにやろうとするんじゃないよ。基本そうじゃない。性の処理ばっかりじゃないの。まあいいや、まあ、そんな感じで、まあ、今回ちょっとすごいジャガーさんによって気分悪いんですよ今日はね。はいはい。硬いニュースから行くんじゃなくて、お今日はなぞなぞをやってみながら、この、ね、メディカルよくなさジャガーブレイクなんかやるよ、問題をね、やっていこうかなと思います。はい、まあ、レベルのチョイスはいろいろあるんですけど、何がいいですかね。まあ、幼稚園と簡単、普通、難しい、鬼殺しってあるんですけど、じゃあ、ジャガーさん選んでもらいましょう。やらないって、そんなクイズなんてやらないよ。いや、クイズは謎なぞでしょ。やりたくないクイズも謎なぞ。で、じゃあ何なんでしたら二人でやんないよ。じゃあ、幼稚園レベルでいきましょう。オッケーです。じゃあ、一問目いきますね。はい。蕎麦が大好きな鳥って誰。え、蕎麦好き。ああ、なるほど。そ、蕎麦が、ね、簡単これ。そう、結構簡単でも、まあちょっとむずいかも。蕎麦が大好きな鳥。うん、もうちょっと簡単なのよ。簡単なの。いや、これ本当にだって幼稚園レベルだ。わかる。じゃあさん、やらないって言ったりする。入れないでもいい。さあ、今回また炎上するんでしょ。なんか簡単なのにしなきゃ、お前。いや、ほんとそう書いてあるのだって。いや、だからお前が見てさ、答え見て納得するんじゃなくて、お前もすぐわかるぐらいのやつさ。いや、なぞなぞはそもそも難しいから。なんかあるかな。あー、これいけるんじゃない。うん、燃えてないね、燃えてそうな木。え、これは分かる、正直これは分かる。分からない。ヒント。うん、まあ燃えてるっていうのは、まあ、火がついてるじゃないですか。うん、その木ですよ。全然分からない。さあ、いきます。答えは、うん、答えは、うん、ヒノキ。あー、なぞなぞらしいでしょ。これはでもシンプルにジャガーさんがそういう能力ないだけですよ、これは。ジャガーさん分かった今。考えてないし、聞いてない。古ければ古いほど若いものって何。へぇ、まあ、見た目が若い時のものほど古いですね。でもこれシンプルにちょっと頭使うわ。でもだからみんな答えられなかったらシーンとなっちゃって企画として成り立たないじゃん。ええ、だから考えるよ、それは。だからこれね、出題者が悪い。まあ出題が悪い。いやいやいや、自分の能力もあるでしょ、だってそれは。だから企画としておかしいやん、みんなシーンとなっちゃってさ。ジャガーさんひねくれてたりするじゃん。
なことないよ。で、そうちゃんどうってどう考えてる。だってお父さんだってわからないんだよ。出題考えなきゃダメだよ、それは。50代やっぱそういう謎なぞ難しいんじゃない。お前だってわからないやろ。さっきヒノキのわかったよ。ああ、じゃあこれはわかる、さすがに。うん。栗と椅子が入ってる食べ物。何？栗と椅子。いや、そんなに寝らないと寝れないで。栗と椅子？リスではないです。何だ栗と椅子って。まあ、食べ物、食べ物。これはさすがに分かってほしい。アイスクリーム。正解。ちょっと待って。ずるくない今。ちょっと分かったから答えたくなった。ちょっと待って、なんでアイスクリームなの。だって、あ、椅子、椅子入ってるでしょ。で、クリームは栗入ってるじゃん。あーって関係ないじゃん。いや、入ってる。だから椅子と栗が餅として入ってるでしょ。そんなことなの。シンプル。これはね、だもうダディの能力がもう欠けてるだけです。そういうふうに考える力が乏しい。僕、ボキャブラリーがないかって。こういうのはね、ダディ弱いかもね。いや、これ、いや、そんな難しいと思わないですよね。ずるくない。急に答えて。じゃあ、これ次いきますね。これもちょっと考えてほしい。鉛筆とリンゴのどちらにもあるものなんですか。共通点ですね。正解。ちょっと待って。ちょっとずるくない。ちょっと。なんで。だって分かったね。しょうがない。ちょっと大臣ずるくない。ちょっと。出たくないんだけど、分かってしまったことと、そう、視聴者が私が出ないとすまんないかなと思った。もうじゃあ真剣いくぞ、真剣に。最初から真剣のくせに。いや、ちょっと手を抜いただけだよ。じゃあこれ大事、ちょっと有利かもね。ん？肋骨に咲くバラってなんだ。分かっていただいちゃいですか。あばら。正解。ちょっと待ってくれ。一回待ってくれる。大事、これ雑魚すぎんねん、そもそも。ちょっと一回待ってくれる。ない。お母さん参加しないんですよね。分かった時だけ。ちょっと待ってください、ほぼほぼ答えてますよね、今のところ。だってわかるんだもん。なんだっけ肋骨に咲くバラ、帯状疱疹とかなんかそんなもんか。ダディに分かってほしいっていうか、病名かと思うじゃないかよ。いや、そんな出るわけないやろ。そんなの一般の人がわかるわけないじゃん。なんだよそれ。じゃあこれはちょっとどうでしょうかね。いきますか。あ、そういうことね。お前も分かってねえんじゃないかな。いや、これはでも考えたら確かにそうだ。いや、いきますね。カッパが2匹集まるとどうなるか。ちょっと面白い。何？カッパが2匹？じゃあ専門世界のジャガーさんから言ってもらおうかな。ねえ。先に答えた方が楽なんだ。ね、これはとりあえずあのガチで当てるんじゃなくて、もっと珍解答で答えてください。カッパが何に2匹集まったかな。2匹集まるとどうなるか。活発。正解。いや、待って、今、先にこっちって言わなかった。なんで答え今当たってるか分かんない。卑怯じゃない、ちょっと。ねえ、分かんないくせにして卑怯って言わない方がいいよね。じゃあ、分かった。手やるよ、これから。じゃあ、やってますね。これも、まあもうね、ビールを混ぜ合わせて作る宝石はなんだ。簡単、はい。はい。ルビー。正解です。よっしゃー。いや、でも大したもんない、今のところ。ジャガーさん全然答えてるからね、なんなら。でもなんでルビーがビールも混ぜ合わせなかったんですか。あんた逆さ言葉よく言うからすぐ分かったでしょ。でも、なぞなぞやから、そのね、まあ、街でしたね。なんでビール混ぜたら、あ、反対になること。まあまあ、そんな感じ。ビール、ルビー、あー、そういうことか。ビーとルーと、だからそれで、うん、作ったらルビーの。じゃあ次はもう、これ今簡単なんで。はい。じゃあ次、普通いきます、ね。うん。これどうなんだろう。あー、結構真顔になっちゃうこれ。いやでも、すぐ悪いっすよ、正直。うん。クイズの回って視聴率伸びだよね、いつもね。そうなんないと思う。はい。見つめると視界がぼやけちゃう花ってなんだ。かすみ草。正解。で、待って。手あげないじゃん、手あげてないじゃん。どうせ分からないか。分かったんだよ、ちなみに。え？分かったの、ちなみに。いやいや、考え中だよ。分からずに、じゃあ、なことなんか。手あげてって言わんかったら、手あげてって。じゃあ、本当にじゃあ、ちょっと、ジャガーさんもちょっと手あげてください。いきますね。
グミはグミでも体を作って作る食べられないグミって何？はい、じゃあさ、ちょっと迷ったところ。いいじゃん、じゃあ打ってやる。来たよ来たよ、骨グミ。ブー、なんでなんで、グミグミはグミでも何？まあそれも別解です。別解だったんで、まあ1点で。はい、何すか、仕組み。違います。正解は、うん、腕組みでした。あー、腕組みでした。そうそう、これですね。魔法か。いや、これはむずいな。いや、むずいのできないよ。ちょっと次、あ、これいきます。疲れた時、乗りたくなる動物って何？これほどでいただけないですね。はい。おっと、また来たよ。外れてるからね。いや、絶対俺簡単。何？ラクダ。正解。よっしゃ、正解、正解。なん、楽勝じゃん。すぐ逆転だな、これ。ちょっと難しいね。じゃあ、難しいいきます。いやいや、ジャガーさんもできないから難しいわ。いや、一回ちょっとやってみないと、やってみないと分からない。これはシンプルに、うん、まあギリ小6は答えられない。で、パイはパイでもみんなで仲良く分けられないパイってなんだ。はい、まあこれ大喜利で、俺ちゃんがちょっと好きだったらちょっと1点勝てもあるよ。はい、おっぱい。そう、それを思ってたんだけど、まあ最悪頑張れば2人でしゃぶれるんで、まあギリセーフ。まあ、おっぱい、おっぱい。みんなで、みんなで仲良く分けられない。分けられない、うん、何でも多分分けられない。あって言うと思うかも。わかった。いや、手当てない。はい、はい、上昇君、グッバイ。違います。任せて。違います。どうすか、どうすか、これどうすか。正解。え正解です。正解。もう笑えるやつなんでしょ。いや、笑えるはしない。ジャガーさんは、いや、つまんな、誰、何それって言うかもしれない。で、誰が昔使ったことあると思う。はい、ジャガーさんの時代にあったからですね。はい、麻雀牌。あー、違います。まあ、うん、そういうのも全部合ってるけど、これだけ、これをだけを回答とします。ちょっと幅を狭くして、まあ、ヒントいきますよ。3人でも4人でも5人でも710人でも綺麗に分けられない。ジバップか。なんか悔しい。じゃあジバップちょっと欲しいですね。いや、ちょっとダディは何それって言うと、分けられない。使ったことがある。絶対ある。ダディは使わないと医者になれない。段階として安全牌。なんすかそれ。よく言うよね、安全牌と。はい、お、じゃあ、ヨコさん来たか。いっぱい。いっぱいだろ、分けられるんじゃん。今まで使ったことある。今まで使ったことあるんだ、それおかしいな。はい、ということで、あ、皆さん、わからない。あ、終わった、終わった、終わった。お、最後来た、来た、これ絶対来た。お、行くよ。はい。